身 147kg イアン・ザ・ジャイアント・ノルキア。まさに2階からノルキア、暴れアフリカ像ジャイアント・ノルキア。 193cm121kg 安田太郎。ノルキアという摩天楼解体の現場監督となり得るか。なお今年本倍へ特別ルール5分3ラウンドインターバル2分一本勝ちあるいは TKO 判定あり、延長はありません。ドロー裁定はありえます。桜庭さん、ノルキアでかいですね。そうですね、まあ安田もですね百戦錬磨になってきてるんでうまいところ期待したいですね。あ、そうですね、やっぱり寝かしてどうにか寝かしていければ、そうですね、まずは突進ターのしがみつき、ノルキアを捉えてからそこからアフリカ大陸をどう料理していくか。巨神体感展開の表情、安田安田突っ込んでか、あとは左のパンチフック、これは早く組みついた。さあ得意の突進からのしがみつき、ロープを背にしているノルキア。さあノルキアがそれをかわそうという体勢、膝が怖いぞ、膝が怖いぞ、がっちりと腹を合わせている、胸を合わせている、まさに人間塗り壁状態だノルキア。なかなか言うことを聞かない。桜庭さん、当然この安田のですね、この捕まえてのテイクダウンというのを読んでますねノルキア。そうですね、コーナーを背にして倒れないようにしてます。さあ重心を低くしているノルキア、がっちりとクラッチ状態。ここから足をかけていく、足をかけてなんとか体勢を崩したい。人間塗り壁、ノルキアの体勢を崩してテイクダウンに持ち込みたい。安田原であります。分厚い背中ノルキア、背中はアフリカのサバンナを思わせる。そして村元もだ、この一人希望法。おっとパンチパンチ、危ない、安田危ない、安田危ない。さあ安田組みついた、安田組みついた、今度は体勢が良くなってロープを手にしている安田。さあ足をかけている左足、それを読んでいるノルキア。ノルキアがかなり沈着で全部膝、安田が膝をぶち当てていく。無理心中殺法を試みるか安田。組みついて抱きついて倒すという、これのみで言ってもらいたい安田であります。去年の大晦日思えばジェロム・レバンナからギロチンチョークで大金星を奪った感動のフィラーネを演じましたこの安田であります。先ほどの体勢が逆になった、あの驚異のツーバックパンチ、ノルキアのツーバックパンチを受けるとまずい。南アフリカの鉄砲水、あのパンチをもらっては安田とてひとたまりもありません。なんとかこの組みつきサッパー、そして寝技に持ち込みたい左、これはかわしている。若干の膠着状態が訪れた。5分1ラウンド3ラウンド制、ここから倒す長期をつかみたい。左のパンチ牽制するノルキア、レバーのあたりを捉えている。こういう小刻みなパンチもね、ずっともらいますと危ないですからね。そうですね、ちょっとあと身長差があるので倒しづらいところがあると思います。左危ない、しゃくるように持ってきた、左のフック、左のフック。さあアフリカの鉄砲水、これは怖い。あえて 2,3 発食らうことを覚悟でまた組みついていった。抱きつき殺法安田忠雄、なんとか倒していきたい。もろ出しの格好になりました。なんとかこのノルキアの体勢をこれあと中の方に引っ張ってくればいいんですが、やっぱりノルキア選手倒されるの嫌がってコーナーにも体重かけて。そうですね、プロレスラー安田忠雄対策はバッチリかノルキア。さあ足をかけていく、一転して場内が沸いた。しかしこらえているノルキア、ロープワーク、ロープを背にしている、あるいはコーナー、こういったところで安田対策。残りあと2分を切りました。第1ラウンド完全に半身の体勢で安田をかわしていこうという。レフェリー豊永実割って入りました。ブレイクです。うわー左、突っ込んでくるところカウンター気味に左ノック、アッパー気味にぶち込んでいった。さあ安田も応援戦する。左の脇腹にパンチをぶち込んで牽制安田。さあ体を入れ替える、とにかくコーナーあるいはロープ、この辺りから引き剥がしておきたい。この人間塗り壁、ヤン・ザ・ジャイアント・ノルキアを引き剥がしておきたい。桜庭さんの指摘にもあるようにほぼリングの中央でなんとかテイクダウンに持ち込みたい。そうすれば寝技、関節締め技、いきなり勝機が訪れる。年越名物安田劇場第1ラウンド、この安田対策が功を奏しているノルキア。残りあと1分を切った。両者ともに冷静な第1ラウンドであります。イエローカードが出ました。もうちょっと積極的にやってほしいということですね。あとはちょこ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 ロープ使って倒れないようにしてるんですね。あれはペナルティーですからね、ロープ使っちゃいますとね。首筋の辺りが赤くなっている。おっとまた左、これをかわしていく。おっとちょっと体勢崩した、体勢崩した、安田が体勢崩した。おっとこれはダウンが取られるかどうだ。おっと蹴り蹴り顔面を蹴り両が体勢崩した。さあどうだ、蹴り安田が捉えている、安田が捉えている、蹴って何とかかわしていく。一転してノルキア有利。安田は体勢を崩した、バランスを崩したところ、いきなりチャンスと見るか。ノルキアが突っ込んでいった。徹底した蹴り、そして今度はパンチだ、今度はパンチだ。おっと安田が滑らす、安田が滑らない、安田が滑らない、顔面にパンチを食らっている。危ない危ない危ない。ヤンザジャイアントノルキア、今度は後頭部。ここでゴングが鳴りました。第1ラウンド差なくも終了。安田危ない、キックの集中砲火、パンチのスコール。完全にジャイアントノルキアの一方的なペース。後半安田運が垂れ込めました。第1ラウンド苦しそうに立ち上がった安田。セコンド魔界クラブはどんなことを耳打ちしたのか。一転してノルキア有利の第2ラウンドに突入。また左、さあ首ついていった。ここはポジションがいいぞ。また押していく。 2m11cm ノルキア。安田を押していった。ロープを押した安田、膝で応戦する。相撲でいう貫抜きの体勢。ここから絞り上げるか。差し合いは行われない。古舘さん、はい、赤コーナー安田サイドなんですが、はい、やはりですね終盤のラッシュなんですね。あの辺りですねドクターが飛んできましてダメージの確認を行いましたね。意識、目、瞳孔などの動きを確認して、これは OK だというゴーサインに出てます。あー分かりました、で星野総裁なんですが、あれじゃいくらやっても倒れないぞ、小内、大内、足を払っていけという指示出てますね。そして大丈夫、大丈夫、あれはサービスだよというようなことも的に言ってましたね。小笠原アナウンサーから赤コーナーサイド安田サイドのリポート。おっとこれでタオルが入った。どうしたこれは。ダニエル・グレイシー、両者とも静かな表情で入場、そして睨み合った。さあ手を小さく合わせまして、いよいよ試合が始まる。ボンバイエ特別ルール、5分3ラウンドで行われます。さあダニエル・グレイシー、じっくりと中村を見据える。さあ試合が始まりました。中村が一体どんなファイトを見せていくか。とにかく青山学院大学のレスリング部のキャプテンとしてアマチュアで数々の実績を積み、そして新日本プロレスに入団。これが桜庭さんデビュー2戦目ということになりますんでね、どんなファイトをするか注目なんですが。やっぱり気持ちは強いと思うので、リラックスしながら、自分のペースに持ち込めればいけると思います。まずはダニエルがローキックを飛ばしていきました。おっとハイキックは空振り。中へ入っていくことができるか中村。まずその中村の闘争心、この相手に対してどういう形で中に入り込んでいくか。そうですね、ダニエル選手も決める方が強いと思いますので、変にタックル入ると首取られたりするので、そういうのは気をつけて入れば大丈夫だと思います。積極的に左のストレートなどを見舞っておりますこの中村慎介です。向こう側がダニエル、そしてこちら側が中村、最強一族のダニエル・グレイシー。このグレイシーを相手にどんなファイトを見せるか中村。ダニエル・グレイシーはグレイシー柔術、ヘンゾ・グレイシーあるいはハイアン・グレイシーといったところのいとこに当たります。またプライドでもおなじみのビクトー・ベフォードのそのいとこにも当たるというまさに最強一族。さあその左右のパンチをかいくぐりながら中村慎介どこで中に入っていこうかというそのタイミングを図る。右のローキックはダニエル・グレイシー、おっとタックルいった。さあタックルいった、これは上を取れるか、おっと下からグレイシー、左からのパック。さあどうだ、なんとかこの中村足をこじ開けて中に入っていきたい。そうです、足越えてですね、横四方なりなんなり、抑え込みにいけばいいんですけど、そうですね、ダニエル選手、ここから強いですね。これはある意味、ダニエルからしても、待っていたような攻防だ。おっと、飛んだ、中村、飛んで、中に入っていったら、止めるか、さあ、上を取れるか、おっと、今、一瞬止めました、レフェリー、間に入って止めております、どうですか、中村の入り方、おっと、出血ですね、出血です、かなりの血が出ている、中村、右の目のあたりでしょうか。おびただしい量の出血、中村が右の目尻のあたりでしょうか、ここを切ってしまいました中村。入り込んだところで、一瞬上を取ろうとしていったこの中村、それに対してダニエル・グレイシーが下から強烈なパンチを見舞っていったわけですが、足でお腹をこう、抑え込まれないようにしてキープしながらパンチを入れるという。中村は先ほど左の指先を上げました。まだまだ俺はやれる、さあ観客を盛り上げてくれと、そんなメッセージが伝わってくるかのような中村の目もはっきりしております。なんといってもこのグレイシーといえばですね、桜庭さん、本当にもう桜庭さんなんですが、ね、グレイシーハンター、もう桜庭さんはかつてホイラー、ホイス、ヘンゾ、ハイアンと、グレイシー重視の男たちをさあ再開した。さあ中村の魂でどんな相手なんですか、このグレイシー重視。どっちかっていったらバリトゥードになれるし、下になっても全然パンチとか怖がらないので。なるほど、その桜庭和志さんの解説でお送りしております。さあ残り時間が3分を切りました。またタックルにいった中村、タックルにいった。さあ上を取れるか、これから逆にわざとタックル入らせてる部分があるんですよ。なるほど、グラウンド行きたいので誘い水にしておびき寄せていると。ここでどういう体勢、この膝の上を乗り越えていくのか、あるいはあえてガードポジションを取らせながら上を取っていくのかと。そうですね、どちらを選択するか中村。股関節のところに足があれが邪魔なんですよ。これですね、今払いましたが、さあ今度は上から踏みつけ、おっと足を捉えた、かかとを決められている、ヒールホールドだ、どうだ中村、こらえられるか、ロープ逃げることはできない、かかとを一瞬決められた、おっと離れた、なんとか離れた、いや一瞬完璧に入ったかと思いました。さっきの入ってないですよ、いやー一瞬ヒヤッとしましたが、よくそこから逃れました。今度は下になっているのが中村。さあ上からダニエル・グレイシーがパンチを飛ばしていく。これも上からダニエルがじわりじわりと、さあ上に来た。さあここでこのまま下手するとマウント取られますからね。そうですね。さあダニエルに対しても大きな声が飛んでいる。セコンドから再び中村はここからどういう形でダニエルを捕まえていくか。小さなパンチが先ほどから再三にわたって中村の顔面を捉えている。取られました、マウントを取られました。中村がマウントを取られました。ダニエル・グレイシーがマウントを取った、最強一族。さあどうする、変に腕伸ばしたりすると、腕十字とかくるんですよ、腕を伸ばさせるために殴って、ダニエル選手やってると思いますけど。なるほど、再びこの中村の左の手首のあたりをつかもうというところか。隙あらば腕を決めに行くか、そして再びこのパンチが入ってくる。非常に苦しい体勢です中村。ダニエルが再び馬乗りになってこのマウントポジションでの、おっと左ギロチン入るか、どうだ左ギロチンチョークを狙おうというところだ。左が入って、そして再び腕十字に行くか。右からのパンチ、左の肘を喉のあたりに入れたり、あるいは再び腕を取ろうというところとか。またマウントになりました。中村今度相手の首を抱えに行きましたが、この下の状態で中村どんな攻め手を作ることができるか。かなりペースとしては本当に一瞬の隙間を逃さないわけですからね。再びガードポジションに入りたい中村ですが、ボディのあたりへのパンチ、ここからこれも首のあたり、チョークが入っている。ここなんとか首をよじってよけた中村、なんとか今首をひねってよけましたか。一瞬ギロチンチョークが入りかけました。中村の顔が鮮血に染まっています。再び今度はダニエル・グレイシーが中村の首のあたりを抱えた。ここでゴングです。ここで第1ラウンドのゴングになりました。なんとか中村がこの第1ラウンド最後は5分間ゴングに救われたという形になりました。この辺りはグレイシー一族との百戦錬磨の桜庭和志さんの解説でお送りしています。さあ第2ラウンドに入りました。第1ラウンドは終盤圧倒的にグレイシーペースとなりました。3月に新日本プロレス入門、そして5ヶ月間にわたる激しいトレーニングの後に8月に安田忠雄相手にデビュー戦行ったばかりのこの中村慎介です。中村にとってこのプロのリングはこれが2回目、しかも初めてのバーリーフードスタンディング立ち技での応酬になりました。第2ラウンドのまず最初はこの立ち技、今度は両者ともにボクシングスタイル打撃から、さあ中村タックルに行く、この後ですね。さあタックルに行った、ガードポジションを取っている、ガードを取っているのはグレイシーですが、さあ中村ここからどう攻めるか。逆にあとこのままこのポジションをキープしてですね、ちょこちょこ顔なりボディなりに打って相手にダメージを与えていくという手もありますね。桜庭さんだったらこの体勢からどういきますか。僕だとこの足を越えたいんですけどね、ガードの中には入りたくないですね。まずは足を越えてマウントを取るということを考える、この中村はどうでしょうか。さあ中村上になってはいますが、しかしガードポジションを完全に取られておりますダニエル・グレイシー。はい、小笠原さん、赤コーナーサイドなんですがね、グレイシーサイドはね、やはりペンゾの言うことを聞けと、ペンゾの言うことを聞いて、はい、10時狙ってます。10時狙ってます、はい、10時の体勢に入りました。さあどうでしょう、ここからおっと腕、抜けた、なんとか抜けました。今なんとか抜けましたね、はい、今この体勢、下の体勢から下から腕十字がレシー十字固めを狙っていたこのヘンゾ・グレイシー、ダニエル・グレイシー。小笠原さんどうぞ。はい、そのヘンゾの言うことを聞けと、とにかく殴ってけという指示が出てますね、はい、殴って早く決めてしまえと、そういった指示が出てます、右のストレートを見舞っていきましたこのダニエル・グレイシー。ハッサさん、はい、こちら青コーナーサイドですが、はい、中村ですね、右目がやはり切れているのがですね、非常に気になるということで、ドクターチェックが入りましたが、目はなんとか動いているから狙っている。危ない、なんとか返せるか、腕十字を狙っているダニエル・グレイシー。青コーナー193センチ、110キロ、マイケル・ベルナルド。剛腕帰ってくるか、マイク・ベルナルド。186センチ、116キロ、ゲリー・グッドリッチ。返り討ちにするか、プライドの番人ゲリー・グッドリッチ。3分3ラウンド K-1 ルールで行われます。放送席の解説は桜庭和志さん、そして K-1 ミドル級正人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ最高の対戦ですよ K-1 ルールねえ正人さん、今日のベルナルドすごい気合いの入った顔してますね。すごいですね、とにかくもうあの8月の敗戦が悔しくて仕方がない、当たり前ですよね。そうですね、K-1 ルールで負けたわけですからね。そうですね、ここも絶対勝たなきゃいけないと思ってますよね。引き迫る表情ですこのマイク・ベルナルド。 K-1 トップファイターの名にかけて、意地にかけて、強いマイクが帰ってきたところを見せなくてはならない。桜庭さん、この試合前のこの両者の雰囲気どうですか。近寄るのも怖いぐらい先が出てる。さあベルナルド打ったりって始まった来ましたね。さあ広いですよ。助けていただきたいですね。さあ、本当に世界の喧嘩団長、ブライトの番人。さあ、K1 の相手だろうと、なんだろうと、叩きのめすんだと、K1 ルールを2回にわたって受けております。K1 ルールで争われる、片やベルナルド。土俵際に立っているのはベルナルドだ。二度続けて負けることは許されない。一方のグッドリッチ、再び相手を沈める。桜庭さん、グッドリッチも耐えましたよ。すごいですね。一発一発がすごいパンチしてますね、2人とも。そしてこのローキック、正人さんがこれはいいの、おっと左のインロー。いやでもまだダメージありますね。そうですね。まあとにかく立ち上がりから両者もの強い手数。パワーすごいですね。そうですか。さあまずローキック、まずアビディがローキックを出していく。しかしそれでも間を詰めて前へ出ていくのはランピージ・ジャクソン。まずは立ち上がりどんな展開かというところですが、まずアビディがローキックを狙っていったところに前へどんどん出ていくジャクソン。おっと後ろからダブル、これランページ・ジャクソンも全然引かないですね。後ろには完全にこの K1 ルールではありますが、その中でもこのキックボクシングで倒してやろうじゃないかと意気込んでいましたこのランページ・ジャクソン。何しろ1回倒した相手だからと余裕に不敵に笑っていましたこのランページ・ジャクソンです。さあアビディがローキックのところで左右を打った。おっと危ない、アビディ危ないぞ。どんどん前に出てくる。立ち上がりどうですか桜庭さん。アビディ選手コーナーに押し込められないようにしとかないと、やっぱり力強いので、はい、押し込まれてライトされたら厳しいと思うんですけど、突進力が脅威ですね。おっと右のアッパー連打、どんどん動いた方がいいと思います。右の小さなパンチ、左からもランページ・ジャクソン、手数がかなり上回っております。まず立ち上がりはちょっとジャクソンの勢いに押されている感じのシビル・アビディ。アビディもこの試合の前に言っていましたが、とにかく前回は自分から踏み込みすぎたと、今回は冒険しすぎないようにしてうまく間合いを取りながら勝つんだと、勝つためにそういう戦い方を選んでいるんだと、そう言っております。その辺りを聞くと、なかなか納得いきますか、正人さん。そうですね。パンチ強いことを前の試合一回やってるんで分かってるんで、だいぶ警戒してますね。なるほど。おっと右フック。今度はおっとフックのお返し。ジャクソン。左右のフックから右のアッパーというコンビネーション。しかしこれアビディが入ってきたところでもすぐに返してきますね。そうですね。なんかどこに上がっても効いちゃいますね。パンチ。左から入ってくる。また再び入ってくるのはランページ・ジャクソンだ。アビディが完全にここまでは受ける格好となっております。第1ラウンド2分が経過いたしました。さあ残り1分ということになり、右のローキック、先ほどから再三にわたってローキック放っているこのアビディですが、このローが全然効かないんですかね。どうなんでしょう。いいところにまだ入ってないですね。なるほど。わずかにではありますが、このジャクソンの左のすねの外の辺りでしょうか、赤く腫れてはおります。いい音は立てているこのローキックですが、しかし一切構わずこのジャクソンが前へ出てきて、今度はカウンターを見舞っていくというここまでの攻防。さあ残り時間が30秒となりました第1ラウンド。また右のローキック、おっと空振りした。おっと右から右のフック、銀ロー、これは空振り。おっと右から左入った、左入りました。ジャクソンの左が入った。おっとアビディ、さすがにこの第1ラウンドも前回同様この勢いにちょっと押されてしまった感じのシリル・アビディ。今度は右からのローキック。残りが10秒となりました。ランページ・ジャクソン前進する。これはスリップ、これがダウンではありません。突進していく強豪ファイター、クイントン・ランページ・ジャクソン。第1ラウンドはこの圧力で上回りましたランページ・ジャクソンです。もっとアビディ選手もっとこう散らばしたらいいじゃないですかね。いいと思うんですけど、散らばすと言いますとローキックとかですね、多分それローキックとか来るのを狙ってると思うんですよ。はい、その辺ちょっと難しいところだと思いますけど。またこの第2ラウンドも前へ出ていくのはジャクソンだ。大谷第2ラウンドの頭からラッシュを仕掛けていこうというのがこのジャクソン。もうやるのは見えてますからね。はい。ガッとラッシュするのが見えてます。ロキッドワッタミー。どうでしょう。ノーダウン入ってくるときにやっぱまっすぐのジャブとかストレートを出していくといいと思うんですよ、アッピーは。なるほど、入ってきたところに、こういった形ですね。当たりは不十分でしたが、相手フック系のパンチが多いんで、ストレートでいけば当たると思うんですよね。なるほど。日本の第一人者、マサさんを放送席に迎えておりますが、さあ再びこの入ってくるところを、確かに構えとしては待ってるような感じですね。再びそれでもなおも突進していくのはこのジャクソン。さあジャクソン、再び間を詰めていく。アビディは膝を飛ばす。勝田さん、このランページサイドなんですがね、相手のやっぱりアビディを怖がってると、お前は圧倒してるぞと言ってますね。とにかく右フックでノックアウトだ、そういう声を飛んでます。そうですか。ジャクソンサイドは小笠原アナウンサーでした。バックブローを出していこうというところで、右のローキック、なかなかこのローキック先ほどから打っておりますが、それでも構わず前へ出てくるのはジャクソン。初田さん、アビディサイドですかね。こちらはですね、目を覚ませ、もっと動け、動かないとおしまいだぞと、かなりですねセコンドサイドはイラついてますね。迫る表情ですね。という今アビディサイドは志賀アナウンサーのリポートでした。今アビディにイエローカードが出ております。本当におしまいだぞという今話がありましたが、アビディにとりましてはとにかく前回4月にこのジャクソンに K-1 ルールで敗れている、自分のミスだったとは言っていますが、それでも敗れている。再び同じルールでやって2度続けて負けることだけは許されない。そういう何としても勝たなきゃいけないという気持ちと、前回の反省を今回生かさなきゃいけないという冷静さを保っている。おっと、右のアッパーから右のフック、ジャクソンのパンチ、アビディの顎の辺りを捉えている。アビディ苦しいか。さあ今度はローキック、なんとか懸命にマルセイユの魂だ、アビディ。幼い頃から路地裏で鳴らしたこのアビディ、やられてもやられてもそれでも前へ向かっていく魂のファイト。その魂のファイトでこのランページ・ジャクソンを破ることができるか。ローキック、それでもジャクソン前へ出てくる。なんとか勝機を見出していきたいシリル・アビディ。それでもまだしかしジャクソンの方も元気ですね。かなりあれだけやってますが、それでも前へ前へという姿勢は変わりません。おっと、左、残り10秒、左のフックがガードされている。左のインドアビディ、さあそれでも出ていく。おっと、ここで時間が来ました。黒豹のタトゥーが入っております。さあファイナルラウンド、おっと立ち上がりから仕掛けていったランペイ・ジャクソン、それを受けてとにかくもう後がない。このファイナルラウンドに全てをかける。立ち上がりから踏み込んでいったジャクソンに対してアビディ応酬。さあアビディかジャクソンか、アメリカかフランスか。強く持っていくジャクソン。おっと、ダウンを取られました。今アビディがいや大丈夫だと言っていますが、ダウンを取られました。今のはレフリーのジャッジでダウン。おっと、右のキック、これは誰かスリップか。これはスリップ。攻防の中で自分としてはなかなか熱くなってますからね。でもあれ後ろ向いちゃうのはやっぱまずいですね。なるほど。今度は膝が飛んでくるジャクソン。残り時間との戦いとなる。まもなく残り時間は2分となる。2002年の間に決着をつけることができるか。これはスリップ。なんとしても嫌な気持ちで来年を迎えるのと、それとも勝って報告をまだ昼過ぎのフランス母国に伝えることができるのと、大きな違いを持つ。残りわずか1分50秒、アビディいけるか、それともジャクソンか。ジャクソンの連打、ちょっと一瞬顔がよじれたアビディですが、右のストレート、さあ左、おっとジャクソン入ってくる。右の膝、アビディの頭の辺りを捉えた。右のインロー、再びインローは今度はアビディ。強烈な打ち合いとなっています。両者スタミナ面、残り時間は1分20秒となりました。各レフリー両者を合わせまして、さあ残りはまもなく残り1分となる。決着がつくか。攻めていく。右のボディ、ボディが入った。ジャクソン、おっと右のアッパー、ジャクソンのアッパー、左のボディ、2度続けて負けるわけにはいかないアビディ。両者分かれます。まあしかしこの段階においてもかなりジャクソン攻めてますね。そうですね、アビディちょっと疲れてきましたからね。さあアビディ渾身のローキック、ちょっと状態ぐらついている。右の膝、なかなか一発で倒すことができない非常にタフな相手です。凶暴なこのランページジャクソン、さすがに暴走。左のストレート、カウンター、両者ともかなり痛烈なパンチ、ダメージ効いていますが、残りは30秒を切りました。右のローキック、アビディなんとか残り30秒、このままでいくとアビディは不利。またしてもこの K1 ルールで敗れてしまうのかアビディ。さあ残りが間もなく10秒となる、残りが10秒となる、運命のゴングまであと10秒だ。おっとふらついた、ふらついた、ふらついた、なんとかできるか、なんとかできるか、飛び合っている、飛び合っている、時間がない、時間がない、時間との戦い、ここで時間切れ、ここで時間切れ、決着つきません。29対28、赤ジャクソン、ジャッジ野口、30対28、赤ジャクソン、ジャクソンです。ランページジャクソン、赤ジャクソン返り討ちにしました。判定3対0、勝ったのはクイントン・ランページジャクソン。おっとミルコはニューコスチューム、183センチ、 109.2キロ、藤田和幸、手負いの格闘原人藤田和幸、電撃の高速タックルが決まるか。188センチ、 101キロ、ミルコクロッカ、素足の辻切りマフィア、蹴りの一輪差し、ミルコ。さあ向き合った、猪木ボンバイエ特別ルール、5分3ラウンドインターバル2分、一本勝ち、テクニカルノックアウト、判定あり、延長はありません、マストシステムではありません。さあターミネーターと筋肉のロボコップの戦い、ファーストコンタクト気になりますね、桜庭さん。そうですね、1年4ヶ月前の戦いがよみがえる。またしても合間見えた第1ラウンド、左に回り込む藤田、狙いすましていくミルコ、左に左に回り込んでいく、ステップワーク、フットワーク、左ハイキック、その対策は十分か藤田、右のジャブで牽制、藤田がよく見ている、とにかく左に回り込む、狙いしました、左からの発砲、ハイキック怖い、タックル容易にはいかない、タックルものれんに腕を押すか、タックル切り、タックル切り、戦いがよみがえる。もう藤田は一人中心蔵の気持ちか、額の薄い傷、あれはエンブレム、そう前襟どてっぷら、まさに藤田平成の世の過激なセンチメンタリズムだ。距離を取っている、この距離、桜庭さんどうですか、藤田の。どっちもどっちですね。どっちもどっち。ミルコ冷静に見てますね。おっとタックル危ない。膝が危ない。焦ってはいけない。サウスポーのミルコに対してキック対策は万全なのか藤田。相変わらず左に回り込んでいる。クロアチアのかまいたち、左ハイキック、あれを食らったらひとたまりもない。まだローキックも出していないミルコ。相変わらず距離を取って藤田、左に回り込んでミルコ、万全の動き、これを封じ込めようとしている。隙を見てタックルを狙いたい、しかしながら膝が怖い。おっと左の膝、これで威嚇している、藤田を威嚇している、徐々に距離を取って、左はいかわした、はい、これは大丈夫ですね、大丈夫ですね、はい、朝がった蹴りの一輪差しミルコ、殺人ハイキック、これは怖い、ロー右のローを合わせていくか、牽制して自分の距離を作ろうというミルコ。藤田はその距離にはまってはいけない。さあミルコが出ようという体勢、狙いすましている。まさにミルコが冷血鬼のように徐々に徐々に藤田を狙おうという体勢。右のローを合わせていった。さあ藤田も牽制する。さあ自分の距離を保っていたい、動きを保っていたい藤田であります。一瞬の隙をついてタックルを狙いたい。左のストレート、藤田は見ている。さあタックル、ミルコ選手、タックル切るのうまいので、もっと藤田選手、ヘッドとか使っていった方がいいと思います。まあ桜庭さんも戦ってみて、このミルコのですね、総合格闘技に対する対策は十分肌でした。さあ横に回る、サイドポジション取りたい。パンチパンチ、右からのパンチ、サイドポジション取りたい、サイドポジション取りたい。逆に足を絡めている、逆に足を絡めていく。低い体勢、下の体勢になったミルコ。さあ藤田が沈着冷静に攻めたい。この後マウントを取りたい。ガードポジション、足を絡めているミルコ。ミルコの総合格闘技グラウンド対策はバッチリ。さあここからどうするか。ここから藤田が料理できるのか。残りあと1分半、第1ラウンド。さあギロチンチョーク気味に牽制していく藤田。当然サイドポジション取るかマウントですよね。そうですね。ただミルコ選手足を引っ掛けてるじゃないですか。はい、足引っ掛かってるとちょっと横に回れないんですよ。難しいですね。さあ体勢を崩していきたいのは上になっている藤田であります。藤田を捕まえる格好になって下になっておりますが、ミルコこれは足を絡めて万全の体勢。さあこの絡めている足を振りほどいておきたい藤田であります。日本のボスザル発進か。残り1分を切った闘魂一番に絞り、第1ラウンドは沈着冷静にいくのか。危機迫る戦いであります。さあまたパンチ、側頭部、藤田を牽制する。下からここからなかなかサイドポジション、あるいはマウントを取ることができない藤田。さあ腕を絡めていくミルコ。逆にあまり無謀に藤田が入り込んでいきますと、ミルコの方が切り返すという可能性十分。さあもみ合っている。パンチを下から小刻みに出していくミルコ。さあガードポジションがっちりと決まっている。ここから藤田なかなか攻めあぐんでいます。ちょっと状態を起こそうという藤田。足を切りたい、とにかく足を振りほどいておきたい。残りあと10秒を切った。徐々にギロチン気味にミルコのスタミナを消耗していこうというひるむ隙を作りたい藤田であります。さあここで第1ラウンド終了のゴング。さあ第2ラウンド、5分3ラウンドの第2ラウンドが始まります。拳を軽く合わせた桜庭さんの指摘では、とにかくもうちょっとタックルを対応した方がいい、あえて突っ込んだ方がいいという、そういったアドバイスでありますが、解説でありますが、どうでしょうか藤田。相変わらずセコンドの指示通り、作戦通り。左に巻き込んだ。おっと右のロー、これは強烈。藤田の左の膝を捉えました。ローをあまり食いますと動きが止まってしまいます藤田。徐々に徐々にローキック地獄から得意のスタイルに持ち込みたいのかミルコ。殺人鬼ミルコ、なんとか完全決着を狙いたい藤田。さあタックル、これはちょっと曖昧だった。ミルコもすぐバックステップでかわしていきます。ミルコも本当によく見てますね。そうですね、だからなかなかいけないんですね。そうです、反応が早いんですよね。はい、恐るべき動体視力ミルコ。よく藤田の動きを見てる。またロー3発目、藤田が徐々に徐々にミルコの右からのローキック、これを食らい始めました。早くグラウンドに持っていきたいところか。電撃タックルを狙いたい藤田。うわっと4発目、この右のローの鈍い音、きしむ音が伝わってまいりました。黒を基調にクロアチア国旗のショートタイツ、ミルコ・クロコップ。うわっと5発目、さあそれをあえて受けてタックルにいった。電撃タックル、さあロープを背にした。この後ドントムーブか、そしてリスタートとなるか。ドントムーブ、リングの中央からリスタートであります。ローあんまりもらっちゃいけませんよね桜庭さん。ちょっと今少し多分痛くなってきてると思うんですよ。そうですね。これからどんどんまた打てちゃうともっと痛くなって足動かせなくなりますんで。はい。まあ桜庭さんもダイナマイトで痛いほど経験しましたよね。そうですね。さあここから勝機を見出せるか藤田。あえて強烈なローを受けて突破口を見出していった感があります。ガードポジションがっちりミルコ・クロコップ、この足のガードポジションを外したい藤田。マウスピース取れたかどうか。さあ小刻みなパンチでミルコの牙城を切り崩して本丸に乗り込んでいきたい藤田であります。ミルコの冷血鬼のような無駄のない肉体、そして精神力に切り込んでいきたい。ミルコの精神とスタミナが本丸だ。それを切り崩したい藤田ではあります。1年4ヶ月前の屈辱、今回は完全決着を狙っていく藤田。ミルコも下から応戦する。藤田がなんとかマウントかサイドポジション、体勢を崩していきたいが、きっちりとガードポジション、ボディーシザースのようにカニバサミが決まっています。顔面へのパンチでなんとかミルコに風穴を開けたい。色気に強固気味、太陽を乗せていく。残りあと2分を切った第2ラウンド。古舘さん、はい、ミルコサイドですかね、はい、相手は混乱しているはずだと、どんどん攻めていけと、で真ん中で勝負するようにと、隅っこに持っていかれないように気をつけろと、ただし第1ラウンドの最後のパンチが随分効いているぞと、そういう指示が出ています。そうですか。初田アナウンサーからミルコサイドのリポートが入りました。大腿四頭筋、太いこの藤田の太もも、紫色に内出血、あざになっています。ミルコのサマディローキック、サイドポジションを狙うが、おっと左キック、村本でまだ分かった、九死に一生。顔面だったら危なかった藤田。サイドポジションを思い切って狙っていったジャンプ1番、ミルコは一瞬の隙も見逃さない。またしても紫色のところ、太もも、またタックル、ミルコの膝、これ危ないですね、フロントから。そうですね。これあんまり食いたくないですね。はい、さあ藤田はどのあたり隙をついて持っていけばいいですかね。このままガードになるか、はい、もう自分から下に潜り込んでガードになっちゃいますね。もうあと先日の膝が飛び出してまいります。フロントからのスリーか、これで固めておいて、もう一度いたら危ない。藤田の脳天、頭を射程内に収めるか。ミルコ・クロコップ、顔面、残りあと20秒。さあ藤田、首を決められているだけに、おっと膝、鈍い音、もう一回顔面、3発目。さあ藤田かわした、5発目、6発目、残りあと7秒。藤田危ない、藤田危ない、かわしてる。振り子のように己の首をかわしている。第2ラウンド終了。ミルコが徐々に己のペースを作ってきた。最終ラウンド、第3ラウンド、左に回り込めという指示。正対してはいけないミルコに対して、鬼のようなミルコ、日本のボスザル藤田、勝機をつかみたい。ブライアン・ジョンストンも見ているセコンド、とにかくタックルを鮮やかに決めて己のポジションを作りたい藤田。左、ミルコも見ている。あとは行くしかないという桜庭さんの解説。藤田はいつ飛び込んでいくのか。完全決着を狙う、まさに玉砕覚悟であります。1年4ヶ月前の戦いの鉄は踏まないと語った藤田。おっと左がい、これをかわしていった。ご覧ください。さあこの隙に入った、やはりその隙に入ったが、また藤田対策、膝蹴り。ミルコうまい、2発目、ハイキックをかわして藤田が飛び込んだが、それを読んでいたミルコ、3発目の脳天、あえて藤田はそれを受けている。この体勢つらいですね。フロントから首を決めて固定しておいての膝、徐々に藤田のスタミナやる気を削いでいこうというミルコ。太もものあざが凄まじいミルコのローキックを物語っている。さあ藤田、勝機をつかめるのか。残り3分半を切った。なかなか勝機をつかめない藤田。また振り子のように首を振る。これをどうかわせるんですかね。やり方としては立つしかないですよね。ただ立つ瞬間というのが一番危ないですよね。そうですね。やっぱりあとガードになるからですね。はい、だからなかなか立てないんですね。そうです。ただミルコ選手もここに体重かけてるんですよ。はい。藤田選手が頭の後頭部の方に体重かけてるので、なかなか立てない部分もあるし、ガードになれない部分もあるので。なるほど。また側頭部、額から側頭部のあたり、戦慄の膝蹴りの強化を呼び返るか藤田。残りあと2分半少々となりました。また眉間に食らった戦慄の膝蹴りの恐怖がよみがえる。3万5674人、一瞬静かになった。またスタンディング。さあ藤田が突っ込むか、藤田が突っ込むか、ファイナルラウンド藤田が突っ込むか。さあ闘魂を絞り出せ藤田。さあ捕まえて激タックル、またしてもタックルグリーン。そして首を固める肩口の辺りを決めていく。また膝、徹底した藤田対策。残りあと2分。はい、リンゴさん、この状態では足を交互に使って両足で蹴っていけというシーンですね。それからスタンディングの状態では藤田の左足を狙っていけというシーンです。そうですか。立ってよし寝てよしの状態になってしまいましたミルコ・クロコップ。藤田はなかなか勝機をつかめない。またしても膝の雨あられ。立てばローがやってくる。その隙に藤田は突っ込む。するとグラウンド、藤田対策ばっちり。首をフロントからチョーク気味に決めておいての膝。立ち上がった藤田、残り1分半を切った。右のフック、藤田立った。スタンディングでもう一度狙うか藤田。キックが怖い、ローが怖い、ハイが怖い。藤田飛び込みたい。カウンター気味に決まった。なかなか入らない藤田、残り1分を切った。ミルコが徹底した藤田対策をとっている。藤田、風穴を開けることができない。さあどうだ、残りあと45秒。藤田、完全決着を狙っていったが、どうなんだ藤田、風穴を開けられない。さあもう一度足にまとめついていくタックル。こいこいと余裕のポーズ。左の足に絡みつかんとしましたが、残り30秒。さあ左のキックの威嚇、徹底した威嚇。藤田飛び込めない。飛び込めばタックルギリ。残りあと20秒。さあキック、その仕草で威嚇する。シゴが出てる。ストレート、ストレート、もう一度パンチ。さあ藤田が右足にかぶりつく。対策を取っているミルコ。パンチパンチパンチ。さあ藤田グラウンド。最終ラウンド決着つかず。最終ラウンド決着つかず。判定の結果をお伝えします。ジャッジ西ミルコ、ジャッジ三宅ミルコ、ジャッジ小林ミルコ、決定勝者ミルコ・クロコップ、判定勝ち。第7試合を行います。青コーナー、185センチ、100キロ、佐竹正。戦う起き上がりこぼし、佐竹いくか。一発一発にかける体で過ごした20年間の思い。130センチ、103.7キロ、吉田秀人。立ち技コレクションから寝技の鬼と化すか吉田。あの寝技の福袋が待っている吉田。桜庭さん、どれだけスタンディングで仕留められるか佐竹というところですけどね。前の取り方というか、その距離によっては近くにいるんじゃないですかね。まあグラウンド行ってしまったらこの吉田のもんですもんね。前の測り方、これが全てかもしれません。さあ玉砕か佐竹、余裕の吉田。第1ラウンドのゴングであります。おっと後ろ回し蹴り、吉田を威嚇した、ものともしない、すすを払うかのようだ。おっと蹴りを見せていた吉田が余裕で蹴りを見せていった。さあ距離を取って、おっと蹴りを見せる、ハイキック、余裕か吉田。おっとチョコザにあったばかりに左のフック、右のローを決めていった。佐竹、これにはムカついたか、早くもタックルか。佐竹がこらえていく、腕を決めにいく、膝蹴り、おっと膝蹴りで応戦する吉田。さあこの体勢、中腰の体勢から寝技に持っていくか、早くも首を決めるか。フロントチョーク、フロントチョーク、早くも吉田フロントチョークだ。5分3ラウンド、インターバル2分、早くもフロントチョーク、己のその道着の袖を使っているか。道着は合法的競技。さあ立て上がった青コーナー196センチ、124キログラム、高山義弘。倒れる時はいつも前のめり、狂気の桜高山だ。赤コーナー200センチ、170キログラム、ボブ三平。ビーストタックルか、ビーストハリケーンか。島田裕二、レフェリー島田裕二がさばきます。猪木ボンバイへ特別ルール、6分3ラウンドインターバル2分、一本勝ちか TKO か、判定はあります。そして体重差は46キロでありますが、4点ポジションからのその顔面頭部への蹴り、膝蹴りを認めました。これは高山を評価できます。体重差46キロですけど、桜庭さん、高山4点ポジションからのこの蹴り受けましたね、ルール、もうこうなったら玉砕、高山のあるところを見せるという、高山さんも気持ちすごい強い人なので、ボブサップを前にひるんでいない、それだけで高山評価できます。さあビーストタックルか、早くも見せつける、ビーストタックルからピンチ当たった、そうですね、そうですね。玉砕、高山、死ぬ様を見せるか。さあ首綱を絡めてきた、タックルへのボムサップがタックル、首綱からの膝、これを避けていったサップ。まずはビーストタックルを目に披露しました。さあ徐々に料理していくのか、ボムサップ、マウントを取りたい。バッチリとガードポジションは高山であります。まるで青梅のようなその脳天、頭部のあたりの溝、ボブサップ、最後の晩餐、2002年、高山か、高山流血が見られるか、鼻血だ、高山流血が見られています、鼻血。さあ腕絡みか、関節技覚えてきましたからね、ボブサップね。セコンドには元 UFC のチャンピオンマットキュームもついている。打撃に関しては K-1 の宮本正明、ボブサップ最強の布陣。さあ重いパンチ、高山も返していく。この重いパンチ、ガードを固めていてもコーストが倒れたという。さあ高山も必死に雨張られ、下から返していく。ボブサップが上からガードポジション、高山唯一の弱点、ボディレバーを狙っていくか、高山。この体勢からではなかなかボディは狙えない。ギロチンチョークを狙っていくか、ボブサップ。まあ唯一の弱点、ボディ狙いたいんですが、スタンドしかないですからね。この状態だとボディあんまり効かないですね。あとはちょっとギロチン気味にいってるの気になりますね、サップね。いろいろ覚えてきましたね。すごい人間って顎を押されるとすごい嫌なんですよ。だから多分そういうのは。なるほど。鉄槌を振り下ろしていく、波の鉄槌じゃない。おっと重い音、顔面を潰していく。顔面を潰潰していく。おびただしい流血。高山の顔面を潰していく。腕を取る。さあ右の腕を取る。腕しげか。腕しげ逆十字。